バミューダで1日、朝トレーニングをやって、そこからご飯チームで食べて、で自分たちの作業をし始める。 まだベースができてないので、まずベースを作るっていうところをメインにやってるんですね。それで、セーリングの時間もちゃんと取られてて、セーリングができるときにセーリングをする。で帰ってきて、ブリーフィングをやって終わるっていうような、まあ、1日の流れですね、簡単に言うと。そうですね、紐を握らないっていう時点でもうビッグディファレントって言えばいいですか。紐のシートを握らないってことですか。はい、それはどういう意味ですか。今45S バミューダで乗ってる船はもう船にロープが1本しかなくて、それはそのどういうシートだけなの。メインシート、ウィングトリムのためのウィングシートしかないんですよね。なので僕たちは基本的にグラインドするっていうのが仕事になります。ヘッドセールとかはどうコントロールするんですか。ヘッドセールはもうボタンで。マジ。はい。あとジェネカーとかの。ジェネカーはついてない。はい、ジェネカーついてないんですよ。ジブセールと、ウィングセールしかついてないので、それでジブセールのトリムも、リーチのコントロールメインに、あとキャンバーの深さも全部油圧なんですね。なのでボタンでピッとビーッと引かれてくる。それを前から1番2番っていうんですけれども、1番と2番でグラインドして供給する油圧を、そういう役割になってます。セーリングというよりは何でしょうねマシン、まっすぐ走って、その綺麗な風でじゃあ落とそうか登ろうかタックしようか、そういうのは多分慣れてくれば簡単にではないですけど、セーリングスキルを持っていればできることも多いんですけれども、やっぱりレースになってとっさに対相手に対して、対マークに対して、対風に対してとっさの動きっていうのがなかなかまだできてない部分もありますし、あとできてなくて、それで言葉で言われて、じゃあそれがとっさにできるかって、すぐに聞き返さないでできるかっていうのも考えるとなかなか難しいですね、現状は。まあ、その部分がちょっと足りないかな。はい、そうですね、もう全く足りないですね。そうですね、やっぱりよく考えてますし、よくみんなでこう話してますね。日本の、ミーティングとかは大体こう指導者が一方的に話して、で結構それで終わってしまうっていうのが、まあ、一般的だと思うんですけれども、やっぱり海外のチームっていうのはいろんなとこから意見が出て、こう活発にこれはこうじゃないかああじゃないかっていう、そういういろんな経験みんなよく勉強してるんで、それに対してこうみんな意見を言って、活発に言って、それでいい方向に持っていくっていうのはすごいうまいですね。普段話しますよ、よく。はい、やっぱりこう日本人だけで集まるっていうことはできるだけ仕事中はあまりしないようにしてまして、で話しててもこう、クリスとかが来るともう英語にできるだけ変える練習はしてるんですけど、まあなかなかうまくいかないんですけど、ね、普段はまあソークさんの家にお邪魔して休日とかでカレーを作ってもらって、そういうオフの通用し方をしてます、ね、遠い日になると思うんですけど、まあ頑張って、ワールドシリーズも、予選もしっかり出れるようにきっちり体力も語学も頑張っていきたいなと思ってます。応援よろしくお願いします。頑張ってます。ありがとうございます。